皆さんこんにちは、リュウガです。はい、今回ですね、イケメン大学生リュウガの冬メンズメイクです。イエーイ。では、冬メイク。はい、で今歯を磨いてコンタクトを入れて服を着替えてきました。ではメイクしていきます。てかてかてか、あの前にあの 秋のメンズメイクやったんですけど、あんまり変わっ、まあ、ちょっと変わってるんですけど、あのまあ、あのお願いします。プリーン、イニスフリーミネラルメイクアップベース N です。この2ベベジナル、ベジナルグリーン、何なんとかグリーンを使います。塗ります。最近っていうか、あの僕あの YouTube 撮るとき、あの前まであの夜に撮って次の日あげることが多かったんですけど、もう最近なんか夜なんか撮れないっていうか、なんか、ね、めっちゃ眠くなっちゃうし、夜ってなんか眠いし、まあ明日朝でいっかみたいなで今なんですけど、まあ今日は別にあの泊まる人ね、あの予定があるので、あのあれなんですけど、首もやります。僕あの学校に通ってるっていうか、大学生 YouTuber なんですけど、去年の今頃って僕あの毎日走行、まあ、別になんか余裕があって、余裕がないっていう、まあ、なんて言うんだろう、まあ、毎日走行普通にできてたの。でも今できて ないって なんだろう、なんか別に授業のさ、あの正直変わんないじゃん、その、あの量は、授業の受ける数は。だからなんでこんなんか、そうなの、いつも僕最近本当に更新頻度前と全然違くない？僕今だよね。だって僕絶対前までは金土日絶対上げてたし、あのもう水木もう絶対、まあ、もうやってた、うん、週5は絶対やってた、僕絶対週5はやってた気がするから、なんでと思って、うん、難しくない。では次にこちらです。プリーン、これは、わかりません。CNP? あの、有名な、見る？有名な、あの、CNP のクッションファンデを友達にもらって、あの、新品なんですけど、こんな感じで、新品なんですけど、もらったんですけど、これを使っていきます。こんな感じで。えい！で、あの、僕、あの、夏は、あの、すぐ崩れちゃうし、まあ、マスクも、まあ、まあ、今年、まだ冬もマスクあるけど、なんか、夏はめっちゃ崩れちゃうから、あの、下地だけで過ごしてたんですけど、ここ取るって言うよね。ここよく取るって言うね。あの、冬はね、つけます。つけますからー。待って、濃すぎたわ。やばい。濃すぎ。やまねー。濃すぎた。待って、間違えた。久しぶりすぎて、捨て替えたわ。お、結構いいんじゃないこれ。え、待って、めっちゃ白くない？え？これ、友達にこれ会いに行けるこれ。やっほーって。大丈夫？え、これ大丈夫？鏡で見たら白いけど、なんか。あ、これじゃん。メイクむずいわ。首にも塗ります。首ってさ、あの取れない、なんかこの襟にさめちゃつくんだけど、取れちゃうよね首。うわ、手の色と全然違う。やば、まあ、いっか。こちらです。プリーン、トゥークールフォースクールバイローディンシェーディングマスターです。こちらをあの塗っていきます。僕がいつもあの日々の生活でなんか、あ、これなんかあるあるだなってみたいな、あの結構あのいつか話す用のためにあのメモっといたんですけど、それをあのあるある動画で撮る、あるあるなんていうの、なんかあのなんていうのあるある動画、その話すんじゃなくて、あらなんかそのあるあるなんていうの、その人になりきってやるのか、こういうのあるよねっていうのか、どっちがいいんだろうと思って。でもあるある動画って結構短くなっちゃうんだよ僕、うん、しかも一人だからさ、どうしよう。しかもなんかグリーンバックとか僕できないから、あのできないから僕今そんな技術ない。てかそう、パソコンで編集したいんだけど、そうなんだよ、パソコンで編集したいんだけど、いや白いよって話だけど、ノーズシャドウやります。ノーズシャドウやばいかな。ノーズシャドウやばいかなこれ。やばくないか、いけるか。そのさっき言ってた僕が生活の中で感じてきたあるある、あるあるっていうか、なんかこういうのあるよねっていうのを、あ、一つかない、うん、一個でいいか。あ、こうやって一個ずつ話していけばいいか、それを広めていけば。まあ何これ、まあみんなで相談したもんね、あるんですけど。ではあの一番上のやつを読みます。
友達の計算機を見たら、とんでもない数の時、こんな時、ない?友達とかと、なんか割り勘するときに、その、友達が携帯の計算機を使うときに、待ってねみたいになったときに、こうやってさ、開くやん。携帯で。で、この時に、この画面の時に、その前になんか、なんか、こんな、これ、さすがに例、これ例だけど、こんな感じの桁の数の、数字が出て、っていうのない？これ。そのなんか、まあその、高いとかじゃなくて、なんか、5000円とかなんか、あ、これなんか使ったのかなみたいな。その、待って、これ、僕結構卑怯男かな。わかんないけど、結構なんか見えちゃうじゃん。その見ようと思っての、その、これを見ようと思って話してるんだから、こうやって、ああ、ってなんかその、それ聞いてくる人もいる、まあ、たまにいるから、その、ない、こういうの。あるよね。うん。あるよね、っていう話です。最後にもう一個。あと、いきます。同じ学校の人と雨の日にすれ違うとき、傘で隠しがちっていう、ない、これ。ない、これ。僕いつも思うんだけど、その、学校通学路っていうの、大学って、人によって、授業の終わる時間が違うから、その、僕が行ったら終わる人もいるから、それで雨の日とかにすれ違うときにみんなさ、なんて、みんなっていうか、傘でさ、隠さない、こうやって、なんだろう。これ傘としたら、こうやって歩いてて、こうやって普通のこうやって歩いていくんで、僕がっていうか、人が通り過ぎる瞬間に、みたいな。こうやって、みたいな。やんないこれ僕結構、僕もやるんだけど、たまに。まあ、やるんだけど、僕は逆にその、やってる人がいたらめっちゃ見るっていうのをやるんですけど、これないこれあるよね。まあ、こんな感じで話した方が分かりやすいかな。説明いるよね。うん。次にこちらです。プリーン。この 3CE のアイシャドウです。これ名前が分かんないな。これです。まあ、でも、はい、この、赤、ピンクっぽい感じ。冬なんで、今回は冬のメンズメイクなんで、ちょっと、赤っぽくしようと思います。この、これ、まあ、一旦このやつを、まあ、全体的に一石二鳥塗り、一応ね。で、この色を塗ります。まあ、僕のメイクは本当結構適当っていうか、この真ん中の色を塗ります。この真ん中の色を、結構さ、いつもと違う感じがする。いつもオレンジじゃん。おう。新しくない?僕、似合わないのかな?僕って何べ?前コメントでは、イエローって言われたこともあれば、ブルーベース夏って言われたこともあるし、わかんないんだけど。わかんない。龍河べ?で、最後にこの一番濃いやつを塗ります。めちゃくちゃ濃い。発色すっご。まあ別に僕のメイクでは誰も参考にしてないからいいよね。ザセムの、コンシーラーです。01番を使います。もうすぐ学校終わるっていうか、冬休みだから、動画をね、いっぱいあげようかなと思います。まあ、毎日投稿って言ったら、結構もしね、失敗したら、とんでもなくなるので、毎日投稿とは言わないけど、頑張ります。2019年の12月4日に、名古屋に行ったんですけど、あれから1年ってやばい。早すぎ。考えられない。ほんとさ、マジ、どこの席でもいいからさ、ライブに行きたいんだけど。でもさ、応援できないと嫌だよね。えなやん、ゆうじゃやん、ママちゃん、さなちゃん、パクジー。てか僕、眉毛のさ、なんかバランスがちょっと違うので、ちょっとだけ1本ぐらい、ピッピッ、2本ぐらい、3、4、5、6、7。ちょっとぐらいピッてやって、ちょっとピッピッピッってやります。こうやって、やります。で、こちらです。プリーン!セザンヌ、パールグローハイライト01番、シャンパンベージュです。これを塗ります。てか僕いつもさ、メイク動画ってかなんていうの?僕本当に喋んないじゃん、僕。僕本当にさ、YouTube、今4年目かな ?4 年目なんですけど、本当に1個のことやると、なんか喋れないの。なんか、そう。リカフロッシュのクランベリーを買いました。ティッシュでやらない方がいいと言ったんですけど、うわっメーカー、こんな感じでーす。お、結構、
え、どう？あの、これ、この感じがさ、これと合ってんな、髪の毛と。大成功や。これ、メガネいるかな？いらない？勇気出す、勇気出す、勇気出す。いつも僕、メガネじゃん。勇気出して、って、なってみ、出してみ。いるかもね、でも。いるかいるかいるか。冬のメンズメイクしました。どうだったでしょうか。てか、あの、僕、あの、前のフレンクタイガーの購入品で、あの、背景をクリスマスっぽくしますとか言ってるのに、全然やってなくて、あの、これしかやってなくて、あの、あと、あの、ちゃんと、あの、やるんで、あの、別にサボんないんで、あの、お願いします。はい、じゃあみんな、バイバーイ。え、ほんと僕、これからピンク生きていきます。いや、ほんとかよー。